まずい。家がめちゃくちゃ。やばいやばい。私もめちゃくちゃ。家も私も。下の散らかりっぷりをアマンダには見せられない。パジャマも着替えた方がいいよね。まあしかしながら流暢にやっていきたいと思います。サフィーのこともっとよく知りたくて読んでたんだ。だけど今となってはシリーズ最高傑作、いや映画史上最高クラスかも。異論は認めない。ケイル・デボーン監督、幽体離脱2、トゥ・ザ・ヒルト、2度目の狼狽、なんだろう、トロフィー。もし自信をなくしかけたらその時はこれを思い出そう。私は国際写真賞を取ったんだって。あれ以来ヤスミンからの採用通知を読み直さないと自分がここで何してるんだったかすら忘れそうだった。カルドン大学、背景コールフィールド様、当カルドン大学の名ある職員一同を代表して、貴殿が来年度のヘラートン客員アーティストに選出されたことをお知らせいたします。長きにわたって貴殿の作品と創作活動の軌跡を拝見してまいりましたが、貴殿がその知見や見識を我が校の学生と分かち合っていただけることを大変光栄に思います。任期中はヘラートンハウスにご滞在いただくことになります。キャンパスからは徒歩圏内にある素朴ながら居心地のいい住居で近代な設備が整っております。ご質問がたくさんおありかと存じますが、その場合は昼夜を問わず私の個人携帯または E メール宛てにお気軽にご連絡いただけますようお願い申し上げいたします。貴殿と共に働き我が校の、光栄のもとで、貴殿の生み出す作品を、拝見させていただくことを楽しみにしております。なるほどね。さあ、ノートパソコン。このパソコンジェイソン並みにしぶといんだよね。いいじゃねえか。このメール書くのしんどかっただろうな。こんな状況でも学長としての体裁を保たないといけないなんて。ヤスミンは私がここに来てからずっと支えてくれた。今度は私の番、力になってあげなきゃ。このサイト中身がなさすぎて全く参考にならなかったな。料理しようかなとも思ったけど、その前に材料の買い出しに行かなきゃだし、そのためにはまず家から出なきゃだし。おいデブ将、学長として皆様にお知らせがございます。この度カルドン大学の大生の学生の一人が、亡くなった件を受け、授業及び予定されていた特別行事は追って連絡があるまで中止させていただきます。本学の名物でもある期末行事を楽しみにしていた方も多い中、心苦しい判断ではございますがご理解いただけますと幸いです。個人的に知り合いだった方も多いかと存じますが、仲間を失うのは大変辛いことです。必要な方はグリーフカウンセラーによるカウンセリングが無料で提供されますので、ぜひご利用ください。これよく打てたな。さっきの、教職員や学生向けのメールでは堅苦しい文面になってしまってごめんなさいね。ここ数日はこれまでの人生の中でも一番苦しくて、正直に言うとは完全に足元がぐらついているような感じなの。倒れずにいられるのが不思議なくらい。あなたを含め何人かはサファイアと特に親しくしてくれていたわね。これから何かと声をかけたり頼らせてもらったりするかもしれないけど、分かってくれると嬉しいわ。親しい友人を失った方へ。愛する人を失うことは私たちが経験しうる最も悲痛な出来事の一つですが、親しい友人を失うこともしばしば同じくらい卑劣な悲しみを伴います。真の友人は家族のような存在ともいえ、そうした存在がいなくなること、そしてその喪失に伴う悲しみには十分なケアと配慮を必要とします。エズメのクラシックノーベイクブラウニー、単刀直入に言いましょう。気分が沈んでいるときは甘いものを暴食するよりヘルシーなものを取った方がいいに決まっています。ですが、まさに前者こそ自分にとって必要だというときもあるでしょう。そんなあなたにぴったりのレシピをご紹介します。イタリア怪奇映画ポスター。反時計回りにねじったナイフは最高にクレイジー。この手のイタリア映画の中でも明らかに群を抜いてる。イタリアンホラーの巨匠が送る新たな傑作。うん、モーゼスがしばらく前にここに置いていった。あの時サフィーとモーゼスは天文学やら占星術やらの話でバトってたな。ほう。サフィーはなんて言ってたんだっけ、もう思い出せない。聞けもしないしな。一階に降りれはするの？この時点で広いね。一回見て回っちゃう？ある程度ね。ここから先流血表現があります。これ私の写真じゃない。どうしてここに？前の住人にもネブのファンがいたみたい。それかサフィーみたいにネブが嫌いだったのかもね。え
待てよ、鮮血表現、おお、それがいっぱい出てきてることが一番怖えよ。下品な B 級映画ってよく言われるけど、ブレンバケットシリーズはいつ見ても元気が出る。ブレンバケット第 5作、マインドオーバースプラッター、 See you in ヘルメット、ビヨンドザペール、もうあるよな。生首が大暴れする映画、アマンダ見たがるかな。まあまあ片付けよね。そんなわけないか。で、あ、でも流血表現止まんねえな。雑誌か。スプラッタ好きには欠かせない最高の雑誌。しばらく定住する予定が決まってすぐにサブスク入ったんだっけ。スプラッシュフィクション、ゴアハード、コアエトセトラ、またまたナイフトゥーシーユー。はー、なんかもうすごい、なんか趣味が一瞬でわかる。お、巨大な植物。サムソンはこの家ができる前からいるって聞いたことある。あ、サムソンな。アニメの DVD。 モーゼスのお気に入りのやつ、見るって約束してたのに、あれから随分経っちゃった。本人には言えないけど、見ることはなさそう。大人気カルトクラシックシリーズ、ミリシューアニメの中で一番面白い、ヒロミ小早川作、機械天使のブラッドオペラ。木彫りの像。前にここに住んでた人の作品だ。彫刻は難しいよね。ミスしてもやり直せないし。で、散らかった長椅子。ずっと泣いてましたアピールなんて、アマンダにする必要はないよね。うん、ごと行くんだ。で、ポラロイド。最後に使ったのはもう何日も前のこと。今は写真を撮る気分になんて到底なれない。まあそれはな。外に犬いるの。さて、ちょっと本当にじっくり見てくね。物が物だし。レイクポート警察がサフィーの事件、殺人事件を調べてるわ。とっても、あ、飛んじゃった。シンシア・フィッツパトリック、何か重要なことを思い出したらご連絡くださいと。トゥードゥーリスト。サフィー、サフィーとに、日用品の買い出しが水曜。あー、ピーナッツバター。うん、嘆きの晩餐。でも粒があるやつだから結構食べた気分になる。ピーナッツバターってほんとそうだよね。濃いめのコーヒーを、そうだな、5杯くらいで、今の気持ちが吹っ飛ぶといいんだけど。ホットソース。ありがとね、あなたのおかげで今なんとか切り抜けられてる。汚れだ鍋。いつか絶対ちゃんと洗うから、アマンダもこれぐらいは許してくれるよね。で、暗室。しばらくの間暗室は使ってない。今は家中が暗いしね。行ってみるか。ほう。んで、ああ、本当にまあまあ暗室だ。プレートは引っ越しの時に壊れちゃったけど、この記事を見ると受賞したのは夢なんかじゃなかったんだなって思える。完璧な一瞬を捉えて、レティシア・コールマン、パーやコンフリー写真書を手にポーズを取る写真家マックス・コールフィールド。YouTube の動画だとあんなに簡単そうに直してたのにな。デジタルの時代になっても未だにアナログ以外は認めないっていう学生が必ずいるんだよね。いるよね、わかる。暗室は意外と調べられるの、こんなもんか。3点ぐらいだな。じゃああれか、着替えろよってことか。着替えたいわけ、着替えたくないわけではもちろんないんだけどね。ちょっと こんなね、情報だからこそ、情報の時だからね。まだ時間がある。どうしてもちょっとじっくり見たくはなっちゃうよね。やっぱりこの先、あ、思い出箱。過去になくしたもののことを思えば、サフィーがいない悲しみも薄れるかもしれないけど、今は無理。自分が全然戻りたくない場所に歓迎してもらうのって変な気分。美しいアルカディアベイへようこそ。ママとパパが味方でいてくれてよかった。昔も今も。
マクシーンへ。パパと週末に旧市街出かけてこのカードを見つけたの。送ったら喜んでくれるんじゃないかと思って、カレドンでの新生活の話を聞いてとてもワクワクしてるわ。あなたならやると決めたことは必ずやり遂げられると信じたけど、それは間違ってなかったみたいね。目を閉じるとトイレの床に横たわるクロエの姿が今も浮かんでくる。ブラックウェルを襲った悲劇。神童プレスコットがトイレで元生徒を刺殺。悲劇的な殺人事件によりブラックウェルアカデミーの職員に連続殺人犯が潜んでいたことが判明。先日アルカディアベイにあるブラックウェルアカデミーの元生徒クライプライスが非人道的な暴力の犠牲となった。日記つけてたよね。クロエ、今日はお葬式。街中の人が来たみたいだった。素敵な式だったよ。クロエは嫌がっただろうけど、私は嫌だった。嵐は消えた。みんな無事だよ。まるで何事もなかったみたいに。何事もなかったんだ。古い日記は嘘だらけになっちゃったから新しい日記をつけ始めた。自分の中に力を感じる。その気になればあなたに会いに戻れる。そうしちゃうかもしれない。もう一度飯世界をめちゃくちゃにして。クロエが他の全てを守って、自分のことを手放せって言うからそうしたよ。バカ、寂しいよ。ここの秋は違う香りがする。ヤシの木の下に座ってるけど、それでも季節の変化は感じる。私の地元はもう夜になったら冷えるだろうな。夜に涼しくなるなんてここでは想像できない。 LA があなたとレイチェルの場所なのは知ってる。代わりに私がここにいること嫌じゃないといいな。ジョイスおばさんからクロエの古いトラック、古いトラックをもらったこともね。言っとくけどあれすごいポンコツだよ。もしあなたたちがここに来てたら何をしてたんだろう。あなたは幸せになるべきだった。もちろん19歳の誕生日だって迎えるべきだったのに。勝手だけど、あの短い時間あなたを独り占めできてよかった。自分勝手でも構わない。今いる町はすごく小さくて郵便局もない。いかにも世界一大きなスープスプーンなんかがありそうな町だけど、信号機とダイナーが一つずつあるだけ。ダイナーから信号が見える。昔はアルカディアベイをすごく小さな場所だって思ってたけど、思い上がりだったね。通りすがりの大学生グループが私のカメラを見て大興奮。成り行きですごくいい写真が撮れた。撮れた写真はほとんどあげちゃったけど、学生の一人が私をナンパしようとしてたみたいだけど気づかないふりしちゃった。あなたがいたら未熟だって言われそうだけど、ほんとその通り。この本ほこりまみれ。2日探してやっと見つけた。倉庫に入れておくとこういうことになるね。カレドンからの手紙で学校のことを考えてたらあなたのことが浮かんできて、この本のことを思い出したの。ボストンで開いた展覧会でヤスミン・ファイアードに初めて会った時は、名門リベラルアーツカレッジの学長だなんて全然知らなかった。ただどうしても私と友達になりたがってるセクシーなおばさまかと思ったの。客員芸術家の宿舎は事前資料ではコテージって書かれてたけど、これまで住んできた3つのアパートを合わせたくらい広い。友達を呼ぶには最高の場所。友達がいればの話だけど。聞いてよ。勤務初日にファイアード学長のオフィスにいたら、アシッドウォッシュジーンズとドルジャンドガッパーナのジャケットを着た女の子が入ってきたの。いかにも勝手知ったる中って感じで私に挨拶したその子は、学長の机にあった車の木を引っ込んでこう言って、引っ掴んでこう言った。車借りるよ、あとこの子もねって。私たちはその子のママのポルシェに乗ってアイスを食べに行った。そう、その子はヤスミン・ファイアードの娘で、カレドンの大学院生サフィール・ウェイリン・ファイアード。サフィーはロッキーロードが史上最高のアイスクリームだって断言してた。あと履いてたジーンズはあまりうまくいかなかった実験作みたい。それが一月ぐらい前の話で、今は毎日のようにやってる。友達なんて久しぶりだな。カレドンの客員芸術家の契約にセミナーが含まれてること書いたっけ。ほら、講義をやってそこに学生が勉強しに来るみたいな行動でスライドを使ったりして。人に教えた経験はないって休みに言おうとしたけど、なんて言えばよかったの。すいません、私写真の授業は高3の時に2ヶ月出ただけなんです。憧れだった先生が実は殺人鬼で、その人に誘拐されて秘密の地下室に軟禁されたんですとか。授業の計画を立ててると、どうしてもジェファソンのことが頭に浮かんでくる。とはいえセミナーは概ね気に入ってもらえてるみたい。何人か才能を感じる学生もいる。この発言ちょっと先生っぽくない。いつもサフィーは私に普通のことをやんなって言ってくるけど、今日はそれがうまくいった。なんとデートの約束をしたの。最初はちょっと怖かった。アマンダが男の人を泣かせて後でビールをおごるのを見たことあったから。でも私たち意気投合できたと思う。さっきサフィーにあなたのことを聞かれたけど、私は必死でその会話を避けた。死んだ人の話題は空気が重くなっちゃうし、あの感じからすると聞き出すのは諦めてなさそうなあ。順々に見ちゃったな。もういや、またそんなこと。そしてワンのシナリオめっちゃ思い出したな。アマンダにはまだこんな重い話できないな。目立たない場所に移した方が良さそう。ああ、これ
片付けないと。あれ、あ、こっち側か。あったあったあった。おめでとうビクトリア、すごく誇らしい。私に見せつけるために送ってきたのはさすがだけど。私のレンズを通した世界、ビクトリア・チェイス。おお。おばさんが送ってくれた写真、クロエらしさがよく出てる。私の大好きなクロエの姿。クロエとトラック、アルカディア・ベイ。おめでとうビクトリア。こっちか。これも片付けておこう、アマンダが来る前に。家は最低限どうにかなったかな。あとは着替えなくちゃ。そうだね。あれかな、寝室にも来ないから2階の写真のところに貼ったら OK みたいなことかな。ここのところにアルカディアベイの写真を貼る。目に見える場所に飾った方が苦しくなくなるかも。それか私がマゾナだけかな。で、着替えはここのドレッサーだよね。アマンダに会うんだったら多少は人間らしい格好をしないと。今でも可愛いと思うけどな。おー、スクエアエニックスだからってこと？この緑の結構解釈一致感。ピンクよりは緑って感じ。ここかな。外にアマンダが来てる。電話に出なかったこと怒ってるかな。さあさあ、ドア開けて。アマンダ、マックス着いたよ。早く入れてあげないとアマンダが凍えちゃうね。じっくり見ちゃうのはこのゲームのプレイヤーの差が。ようこそアマンダ。こんなだけど。あら、やだ、ずいぶん大泣きしたんじゃない？全部出し切ろうと思って。サフィーがいなくなっちゃった。ここに来たのに2日前。それが。わかるよマックス、わかる。どうして、誰がサフィーを。だってあんなに。とことん弱く。情けないけど今にも崩れ落ちそう。ごめんなさい。いいってこと。今は自分をいたわるのが最優先。やっぱりこうしてアマンダの顔を見ると安心する。友達の顔と。じゃじゃん、自家製のサラダとフォカッチャ。すごい、ハロウィンのお菓子の残り物くらいでよかったのに。正直なところ、私今はあんまり食欲がなくて。食べたら元気になるよ。どんな憂鬱な気分も美味しいご飯で吹き飛ぶ。私はよくピザを焼け食いしてる。もし気分が良くなったらかぶりついちゃうけど。ドキ。のピザの話だよ。違うの、言い間違えただけ。ピザの話だから。はいはい。かぶりつきたいのはピザってことなんでしょマックス。ちゃんと食べないとダメ。なるべく日常に近い生活をするのが今は大切。こんなの15年ぶりくらいに見た。
プロともなればポラロイドカメラなんて使わないのかと思ってたけど。好きなの、昔から。なんだろう、直接触れてる感じ。ファインダーを覗いて出てきた写真を手に取る、それがすごくリアルで。部屋何もないからこんなに声響いてんのかな。これも気晴らしにいいんじゃん。ねえ撮ってよ、友達のアマンダをさ。友達？おう、そりゃ。デートには誘ってくれた。でも実際今はあんたの感情ぐちゃぐちゃでしょ。いいやつだなアマンダ。いや、それは平気、初めてのことじゃないから。でも私の方は無理。どっちにとっても健全じゃない。今はやめとこう。その方がいい。めっちゃ思い合ってくれる子じゃん。それで写真は？やーり、そうじゃなきゃ。まさか本当に撮らせるなんて。カレドンの一流アーティストさんはどんなポーズがお望みなのかしら。ちょっと待っちゃおうかな。ちょっと、この後か。お、違う。いや、それもいいんだよ、結構。えい、26個。ちょっとふざけてみて。いいね。なんかいいや、これでね。今日手料理で元気つけてくれた人の顔、もう頭痛はしないんだ。もう一枚、別のポーズで。わかった、いいよ。どうしよう、ごめん、サフィーのお母さん。あ、ちょっと待っててくれる？はい、もしもし。ああ、どうも、マクシン。B かな。大丈夫ですか？ああ、そう言われて気の利いたことを返せるほど余裕はないわ。こんな風に誰かを亡くしたことは。いや、実はあります。痛みは簡単に消えない。でも時間がきっと。覚えておくわ。あなたと話したいことがあって、そのできれば直接、電話ではちょっと。わかりました。今日伺います。ずっとオフィスにいるわ。着いたら便に行って。大丈夫？わからない、話したいからキャンパスに来てって。
今日はわざわざ来てくれてありがとう、アマンダ。いいって、お互い様。あんたを元気にするのはこれでしょ、それと私。行こう、一緒に歩こう。アマンダめっちゃいいやつ。アマンダと付き合おう。よし、アマンダにしよう。アマンダにします。あ、遊んでるやつは遊んでるのか。ヤスミンの執務室は管理棟の中にある。じゃあ放火されないうちにタートルに行くよ。後で会える？待ってるよ。管理棟に行こう。ヤスミンが待ってるよね。気づきはもう1時間ぶっ通しなので、一回ちょっとここでセーブを挟んでおきます。